皆さん、こんにちは。メリオお茶の笠子と申します。大荒れの大相撲大阪場所初日ということで、主な結果をお知らせしていきたいと思います。いよいよ大相撲始まりましたけれども、初日でこんなっていうですね、凄まじい結果ということで、ネタバレが嫌な方はあれですけれども、結果を、ちょっと主だったところを、解説をしていきたいと思いますけれども、まさかの横綱、照ノ富士がなんと小結、錦木に負けるということで、先場所を見る限り、照ノ富士はもう大丈夫なのかなと思いましたけれども、割とですね、なんかギリギリ負けたっていう感じ、なんか押し込んだけど、ちょっとあっさり巻き返されて負けちゃったかなということで、まだまだ初日ではありますけれども、ちょっといきなり横綱が負けるという波乱が起きました。さらにはですね、霧島が阿炎に負けると、しかもあっさり負けてしまうと、霧島もですね、なんとなくこういうミスはしない力士だよなっていう感じで、それこそね、綱取りいよいよみたいな話もなきにしもあらずですけれども、まさかの阿炎に負けてしまったと、これもちょっと波乱ですよねというところです。そして豊昇龍、大関の豊昇龍もなんと裏に負けてしまうということで、裏はうまかったのかなというところはありますけれども、豊昇龍も割とすごく、順調な感じで来てるように見えましたけれども、まさかの豊昇龍負けるということで大変なことになっております。そして関脇の大栄翔も負けてしまったということで、大栄翔も、トータルで見れば結局なんか結構勝ってるじゃんみたいな力士ではありますけれども、初日からあんまり負けたくないよね。しかも明生あたりにというところはあるんじゃないかなというふうに思います。順当に勝ったところで言えば、大関の貴景勝は朝乃山に勝っております。ひょっとしてまたね、朝乃山が勝つんじゃないかなと思いましたけれども、貴景勝勝ちましたというところですね。それから新大関の琴ノ若は、熱海富士とでしたけれども、こちらはやっぱ琴ノ若安定感強いですよね。琴ノ若、変な負け方しないっすよねっていうことで、琴ノ若、なんか大関とか関脇ボロボロ負けている中で、一番安定感あるんじゃない？もしかして横綱の筆頭、横綱になるのはもしかしたらね、いろんな大関を抜いて、琴ノ若がもしかしたら一番のみたいなところもあるような安定感ですね。そして私が推しているですね、関脇に返り咲いた若元春は、王鵬に勝っております。王鵬も結構なんかね、ちょっと強そうだなっていう感じで、ちょっとなんか危なさもありましたけれども、勝ちましたということで、私は若元春頑張ってくれということで、若元春を推しておりますというところです。それからですね、期待の超新星、大の里、もう前頭の5枚目まで上がりましたけれども、こちらは、もう本当になんか余裕で勝ってるという感じで、大の里、またね、今回どこまで行くのか、しかもこんだけ上が負けてますので、大の里もこれなんか結構チャンスあるのかもしれないなというところで、こちらも期待というところです。というわけで、大相撲大阪初日が始まりましたけれども、まさか初日からこんな大荒れになるとはと思いまして、割と先場所はこう上の方がちゃんと勝ってっていうような感じだったと思うんですけど、今場所またぐっちゃぐちゃになるかもなというような波乱を予感させる大相撲ということで、今シーズン、今場所どうなるのか期待かなというところでございます。